ワンオークロックのロゴワンオークロックは日本のロックバンドである。所属レーベルは日本国内ではワーナーミュージックジャパン。国外ではピュエルドバイラーメン。所属事務所は株式会社1969。ワンオークロックと書いてワンオークロックと読む。結成当時練習スタジオに入るのがシニアパックで料金が安くなる毎週末の午前1時だったことから。 オクロック部分を OK とロックに置き換え、一つの良いロックにかけて名付けられた。命名は、初代ドラマー、U。略称としては、ワンオク、OOR が用いられる。また数字では、1969と表現される。なお、海外においては、R と L の発音の違いなどから、オークロックと書いて、 オクロックと読ませることは難しいので、1 o 系ロックと発音することで公式に統一している。タカ、東京都出身。ボーカル担当。トール、1988年12月7日、対大阪府出身。ギターを担当。バンドのリーダー。5人編成時代は、サイドギターボーカルだったが、アレックスだった後に4人編成となったのを機に、リードギターとなる。 初期はラップも担当していた。作曲のほか夢夢夢夢などでは作詞も行っている。両親と6歳年上の兄との4人家族。経歴2015年、幼少期バンド時代人物参加作品出演しようギター・リョタ、1989年9月4日、タイ大阪府出身。ベースを担当。両親と3歳年上の姉の4人家族。 経歴幼少期バンド時代人物ともや、1987年6月27日対、兵庫県高砂市、荒井町出身。ドラムスを担当、両親と3歳上の兄と3歳下の妹がいる、経歴幼少期バンド時代人物2015年、ラッキーストライクでのライブ2016年のライブ、最高位は、オリコンの各企画の週間ランキングに基づく、 映像作品は総合ランキングとする。配信曲は iTunes の週間ランキングとする。海外版は USB ルボードトップ200に基づく。配信シングル、会場限定販売シングルオリジナルアルバムミニ、アルバム発売当時所属のレーベルはズマニア現在は廃盤。北米版、アルバムレーベルはワーナーブラザースレコード。 2枚目からフィエルドバイラーメン2012年に、2013年2014年2016年2017年2018年2020年。 特筆ない限りライブツアー2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年,2016年2017年2018年2019年2020年2011年2014年2015年2016年,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 2016年2017年2018年ありがとうございます。